ロシアや北朝鮮のミサイルが不安なんだったらロシアや北朝鮮と軍事同盟を結べばいいんですよでもそもそもロシアも北朝鮮も日本に核ミサイルを撃つ理由があまりないんですよね、えー。男性50代ですね、プランプランさん、ロシアや北朝鮮のミサイルを阻止するのに有効な手がてがない。 頭ののいいい人の知恵も借りて無駄な税金を使わずに何とかしたいです理論上可能かどうか分かりませんが宇宙空間もしくは空中に 5km 間隔でドローンを配置しロケットが来たらそれに当たるもしくはそれがロケットに取り付き軌道を変えるのはどうでしょう えー、海岸に V のように漂わせてロケットが来たらそこから何かを発射しバレエのようにブロックするといった手段も考えましたが空からの方が到達距離が近い分なんとかなりそうだし雲より上の空間で太陽エネルギーでほぼ無限に上げられるバルーン型ドローンであればコスト面も大幅に削減できるかもしれません無駄な議論かもしれませんが岡田さんのアイデアもお聞かせいただければ幸いですというふうにですねプランプランさん男性50代考えてますけども。 まずあの、まあ、ロケットで書いてあるのはミサイルですね。ミサイル技術に関してはちょっとね、誤解があると思うんですけども、大陸間弾道弾って基本的に、大陸間弾道弾っていうのは、つまり、えー、と、北朝鮮から撃ってくる、あの近い距離でも大陸間弾道弾って言っていいんですよね。中国から撃ってくるやつでも、そう、あの、ロシアからでもそうです。大陸間弾道弾、基本的にね、迎撃不可能なんですよ。基本的にね。 で、えー、マッハ12ぐらいで飛んでくるんじゃないのかなあの、それぐらい飛んでくるミサイルに体当たりすることなんてできないんですよ。あの、30メートルぐらい向こうから誰かがピストルで自分で弾を撃ってきたら、自分がすぐにピストル構えて、銃撃って、で、その弾を撃ち落とせないでしょ。で、あの、マッハ12以上で飛来してくるミサイルを撃ち落とすということは、ピストルの弾をピストルで撃ち落とすぐらいのことを考えなきゃダメなんですよ。だから、 一番のミサイル防衛に熱心だった頃のアメリカですら、えー、ロシアとかから飛んでくるミサイルに関しては、まあ、山のように迎撃ミサイルを撃つかまたは、えー、ロシアがミサイルを撃てないようにあらかじめ諜報員スパイとかを送り込んで阻止するとかの、まあ、そういう手段を考えるしかなかったんですね。でだからといってまあ国土全体を縦で覆ってしまうというのもまあ無理なので被害をあの減らす方法としては。 まあ、三つあるんですけどね。三つともね、多分ね、気に入らないと思いますね。一、えー、つ目、ロシアや北朝鮮のミサイルが不安なんだったら、ロシアや北朝鮮と軍事同盟を結べばいいんですよ。日米安保条約のようにですね、ロシアとか北朝鮮と、いや、無茶なこと言ってるのはわかりますよ。ただ、もう三択だって言ってるんですよ。ミサイルね、あの、怖いんだったらやることは、ミサイあの、核兵器持ってる国と軍事同盟を結ぶし、 っていうのが、まず一つ目の手段ね、まあ。極乱だっていうのは分かってますよ。二つ目ですね。え、日本も核ミサイルを持って、撃ったら撃ち返すぞっていうふうに脅す。ですね。これが二つ目。これもね、もう、あの、無茶なのは分かってますけども、基本的に三択です。で、三つ目、えー。ロシアや北朝鮮に潜入して、えー、核ミサイルを破壊する。ですね。この三つしかないんですよ。実はあの、相手の核ミサイルが怖かったらどうするのかっていうと、 その、なんだろうな。まあまあまあ、そんな人殺しの武器を持ってるグレン隊のやつと友達になる一番目の軍事同盟を結ぶ。二つ目、こっちもですね、人殺しの武器を持って撃ったら撃ち返すぞという。三つ目ですね、えー、相手の家に忍び込んで夜寝てるうちに殺すでです、ね。この三つしかないのが、<laughs> 困ったところなんですよね。軍事的なリアリティで言えば。これ僕今、軍事的に話しますけど、政治的にはまあまあ、もうちょっと別の解決法もあるでしょうけども。でも、全部無理そうなんですよ。無理でしょ。だから、あのね、まあ、なので、まあ、それが怖いとかですね、ロシアや北朝鮮ミサイルがあって思うんだったら、でもそもそもロシアも北朝鮮も日本に核ミサイルを撃つ理由があまりないんですよね。全くないとは言いませんよ。 どっちも何考えてるかわかんない国だから全くないとは言いませんけどもあまりないんですよね。なので、あの、ロシアや北朝鮮のミサイルを心配する暇があるんだったらですね、えー、交通事故やインフルエンザの心配をした方が自分の生命維持としては確率的に正しいと思います、えー。というですね、ちょっと極端なことを言いましたから、ですね、助言ある人はコメントの方をお願いします。田型特徴ゼミっていうのは、あのね、積み残しなんですよ、人生の。 え本来、中学生ぐらいの時に散々考えておくべき問題を <laughs> 僕らは積み残してますよね。なんで男と女は分かり合えないんだろうかとかですね。なんで貧乏人と金持ちがいるんだろうかとかですね。なんで戦争はなくならないんだろうかとか。逆に、なんで戦争はダメなんだろうか。なんで人殺しはダメなんだろうかという、本来中学2年の時に考えておくべき問題をみんないつの間にか忘れてるじゃないですか。それらを考えるというのが僕は岡田斗司緒全の役割の一つだと思うんですけども、怖い。 保留世代。金がない。自分が戦わせるのが、戦わされるのが嫌だから。勝てない戦争は悪だから。もう一個一個突,突っ込みどころがみんなそれぞれあるのはわかると思います。<laughs> もう一回戦略占領したのか、ゴリャ負けるときつい。出兵したくない。痛い。戦費偉いこっちゃ。うん、自分が徴兵されるのが嫌なんだよ。自分が嫌なことは人にしない。どうでしょうね。アンケートちょっと取ってみましょうか。じゃあ、竹島問題で考えましょう。竹島問題に関して、どこまでやって OK なんですかね。 戦争するのも OK ですね。竹島問題で正しい日本の言い分っていうのをちゃんとはっきりさせるには1番ですね。戦争も OK だよっていう人。2番。戦争以外だったら何でも OK、まあ。脅しとかなんか含めて。で、3番。紳士的な態度の範囲内。まあ、さっき言った日本人はよその国の目線っていうのをすごく気にする民族っていうのを 僕らは心の中にすり込まれてます。はい。結果出ました。お<ー>戦争以外何でも半分なんですけども、意外なことに、残りはですね、戦争も OK という人が4分の1います。で、えー、統計学上の話にまたなりますけども、だいたいこういうふうなアンケートっていうのはですね、2000人から4000人超えれば、ほぼ日本国民の考えていることと、そんなにずれはない,いう,ふうに考えるので、つうことはですね、たかが、 竹島程度の問題って言ったら悪いかもわかんないですけど、当事者には。本当申し訳ないと思いますけど、たかが竹島程度の問題でも、僕らのうちの4分の1は、戦争もありなんじゃないか。まあ一応戦争もオ、OK、にクエスチョンマークついてますから。戦争もありじゃないかって思ってるわけですね。日本人の3割が。残りの、まあ何ですかね、70%ぐらいは、えー、戦争以外何でもっていう人が、つまりもう、えー、スパイ、 などの非合法手段などがあろうとも戦争にならないんだったら何でもだしあ、あとは紳士的な態度ですね。岡田さんは戦争したいの。俺ね、なんか、基本的には実はその戦争反対世代ですから、戦争は絶対にダメというふうに思わされてるんですよね。子供の頃から。で、この思わされてるという心のプロテクトがめんどくさくてしょうがないんですよ。で、なんでそれがダメなのか実はよくわかんないんで、今日は僕の相談ですから、 あの、なんで僕はそんな風に思わされてるのかっていうのをみんなと一緒に考えてみようと思います。で、それでじゃあね、次のね、考え方なんですけども、戦争が嫌って僕ら思ってますよね。これはもう間違いないと思うんですよ。戦争が嫌っていうのは。それは自分が死ぬから嫌とか、自分が好きな人を戦争に行かせて殺すのは嫌とか、 そんなので殺し合いしても何も生まれないとか、いろんな考え方だと思います。僕自身も、もし戦争があったら、二十歳ぐらいの時に考えたの、もし戦争があったら俺一人だけは行かないぞっていうふうに思ってたんですけども。でもね、正直ね、今戦争が始まったら、今の若い人案外行くと思うんですね。その行った後の、えー、帰ってきた時の報酬次第っていうのはあるんですけども、もちろんそれは多分国家が オリンピックとかワールドカップ並みに盛り上げるはずなんです。で、実は戦争に行った人の中で死ぬ人の数がどんなに少ないのかっていう統計的な事実も挙げるかもわかりません。その意味では年間自殺者3万人を出しているというこの異常な国で1年や2年戦争をやったとしてもそれを超えるともうなかなか思えないですね。竹島程度だったら。 これも僕の読みは全く甘くて、ひょっとしたら300万人、400万人、3000万人、4000万人の悲劇になるかもわかんないですけども、多分国が宣伝するのは、現在の自殺者比率とか、あと、オリンピックのような国家としての盛り上がりっていうふうに言うと思います。で、確かに、戦争が始まったら自殺者は激減します。これはもう、えー、これまでのなんだろうな、統計とかでわかってるんですけれども。で、そうですね、大学入学資格とか、あと、えー、戦争に行ったものだけが、 国家公務員への応募資格を持つとかですね。いろんなインセンティブの与え方あると思うんですけども。さて、そういう国家が戦争というのをやる気になれば、まるで国がオリンピックっていうのをですね、やろうとしてるかのようにですね。多分、盛り上げられたら僕らあんまり逆らえないんじゃないと思うんです。じゃあ、戦争のそのどこが嫌なんでしょうね。これもアンケートいきます。あの、1がですね、えー、考えるのも嫌。もうこういう質問すること自体が危険で危ない領域に達してるっていうですね。 人ですね。考えるいやこういう質問をすること自体が堕落だと。2番、罪のない人が死ぬのが嫌。3番、戦争って始めたらやめられない。例えば、ベトナム戦争なんて本当にちょっとしたアメリカの介入から始まって、フランスが逃げちゃって、アメリカは泥沼のような十何年間を過ごして、えらい人も死んでお金もかかって、結局、核融合もできたかもしれないアメリカの国力というのがベトナム戦争で徹底的に削われたんですよね。 そういう始めたらやめられない落としどころがないのが嫌。4番。変な言い方ですけども、戦争なんて勝っても負けても実は支配者が変わるだけだから、その僕らの一番上が韓国人になろうが中国人になろうがアメリカ人になろうが、今のお偉いさん、日本のお偉いさんたちになろうが、実はそんなに変わりないから OK だ。途中の中間層の、いわゆる年上の、もうここから先年金もらえるだけの、 得してる世代はともかく、俺たちの世代にはもともと何にもねえ。だから、実は OK だけど、俺だけは行きたくないな、とか、俺の仲間とか、俺の家族だけは行かせたくないな、っていう。この4択ですね。なんか4番だけは極端に聞こえるかもわかんないんですけども。どれも当てはまらない。どれも当てはまらない人、は悪いな、なんか嫌の理由なんですけど、戦争、個人の自由、権利なくなる。いやいや、 それだったらアメリカは戦争してるけど別に個人の自由とかなくなってないじゃん。その意味で日本は戦争を放棄して50年ぐらい経つけども日本が最も個人の自由がある国かとそういうわけでは実はないよね。イギリスもフランスもアメリカも戦争してるけどちゃんと個人の自由はあるから。なので戦争があった、あるからといってそんなに僕は変わるとは実は思えないからこの質問っていうのをやってみたいんですけど。ちょっと一回やってみよう。はい出ました。 はい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 。朝日新聞で聞いて言うと、俺朝日新聞に連載してるからさ、<laughs> こういう言い方悪いんだけども、戦争がなぜいけないのか考えるのも嫌だっていう人は6.3%だ。案外多いし、案外少ないよね。で、罪のない人が死ぬのが嫌。これが最大だよね。えー、始めたらやめられないのが嫌。こういうふうに経済的に考えてる人が4分の1ぐらい。残り4分の1は結構すごいよね。 え <laughs> 実は OK だけど自分は行きたくないっていうのは <laughs>。じゃあ、こっから先はあのアンケート終わったんで、ちょっとコメントとやりとりしてみましょうか。うん、うん、うん。どうなんすか戦争なんで嫌なんすかね説明的には嫌さがある。アニメが残れば OK。うん、うん、うん。まず戦争ができる国にしておきたい。積極的ですね。4は最低だな。うんうん、戦争行くのは出世コストが悪い。 出世コストって言い方が面白いね。<laughs> 核武装せよ。理性的じゃない気がする。一番不経済だから。一番不経済だからっていう人は、経済的だったら戦争してもいいのあの、原発どうするかってあるじゃん。すごい似てるよね。原発を0%にするのか、15%にするのか、30%にするのかというのの、国民会議みたいなのこの間あって、結果的にはなんか0%っていう人がすごく多かったっていうニュースが流れたんだけども、 それはなんだ、それに対する批判でよくあるのが、原発0%にすることの方が、はるかにコストがかかって、危険度が上がるんだけど、それでもするんですかっていう議論がよくあるんだけども、戦争をした方がコスト安い場合っていうのもあるわけだよね。あるから、よその国は戦争っていうのをやってんで。で、僕ら、徹底的になんかコストかけた戦争に大負けした、いわゆる破産しちゃったからもう一回商売するのが怖くて、二度と自分で会社なんか立ち上げないぞ、みたいなトラウマを植え付けられてる <laughs>、とも言えるんだけどさ。 戦争だとニコニコ動画が見れなくなる。じゃ、戦争は言論や自由が規制されるから嫌で、自由や言論が規制されないような戦争だったらいいのそれは、なんだろうな。アメリカ人が第二次大戦の時に言った理屈なんだよ。日本とかドイツというファシストによって、自由とか言論が奪われつつあると。この世界の中で自由や言論を守るためには戦争しなければいけないっていうふうにアメリカ人本気で考えたんだ。 だから、スターズ・ターケルっていうピリッツ・アーシュを取ったドキュメンタリー作家が作った本で、良い戦争っていう、グッド・ウォーっていうものすげえタイトルのやつがあるんだけど、それは第二次大戦で戦ったアメリカの兵隊たちのインタビュー集なんだ。すっごい分厚くクて面白い本だから、まだアマゾンとかで売ってるからさ、探して読んでみて。そこでは、アメリカ人が第二次大戦というものをいかに良い戦争だと思ってて、で、だから頑張ったんだ。だ、それは逆に言えば出版当時、 それに比べてベトナム戦争には実は正義はないよなっていう批判の本だったんだけどさ。さて、じゃあ、言論がなくなるからという人は、このままでは、えー、例えば、韓国とかのやりたいようにしてたら、中国とかのやりたいようにしてたら、俺たちは韓国や中国にしまいには制圧されてしまう。で、フジテレビが韓流スターの、韓流スターの批判を流せないように言論自由がなくなってしまう。だから俺たちはニコ生とかを守るために戦争するんだというロジックだった。どうする 本当に。いや、それぐらい言われかねないし、なんかドキッとしない今日はいつもよりおかしいわ。アグレッシブ。いやいや、これ俺も悩んでる問題だからみんなに結論あるわけじゃないからさ。俺極端なこと言ってみんながどれぐらいなんかこう付き合ってくれるかなと思ってるんだけど、だってここで何言っても戦争始まらないわけだからさ。戦争で老人が減るじゃんしようよって。なるほどなぁ。 うん、まあ、あの、北朝鮮よりもね、中国やロシアとかアメリカの方が怖いよね。だって、核兵器はあいつらの方が持ってんだし、ミサイルはあいつらの方が持ってんだし、気が狂う確率は中国やアメリカやロシアの方がうんと高いし、そもそも今、正気かどうかっていうレベルで考えると、まあ、アメリカと北朝鮮とロシアと中国と、まあ、なんか同じような、昨日いや、同じように気の狂ってるというふうにディスってるわけじゃないよ。 同じぐらい将棋でまともだから戦略がものすごいこう積んできてるわけだよね。で詰んできてるのに対してまあ僕らはビビって見るしかないから新しいプレイヤーが現れたらどうしようかって話になっちゃうんだけどもあの国をね北朝鮮だけを怖がるのは中国とかロシアやアメリカをまともな国と思ってる人だと思うんだよね。で俺その判断力もなさの方が怖いんだけどね。 いやというふうに思ってあるんだけどもまあ今日も核実験したよなこうなってくるともうこれでねミサイルに乗せられて打ち上げられたらさ核実験下から見るか横から見るかになってきちゃうよね <laughs>、まあ、どっちがいいんですかっていう話になってきちゃうから多分北朝鮮はやる気満々だよねやる気満々っていうかあの知り合いの人はねフェイスブックであれはもう戦略分かってると北朝鮮は何をやってるのかっていうと。 核攻撃をできる、なんだろうな、能力を上げて上げて上げてやると、そうするとアメリカが、ほら見てみろと、北朝鮮ミサイル撃つぞと。 韓国どうすんだよあの、サウド配備しろよ。日本どうすんだよイージス艦変えよっていう風な営業活動が世界中にできて、最終的に今見てみろと。現には北朝鮮が <laughs> 核実験していることで売り上げが上がってるのはアメリカの軍事産業じゃねえかと <laughs>。ということはもう北朝鮮と韓国との関係はそんなもんだっていうふうに <laughs> 言ってるとか言って、俺は、ああ、そういう見方もあるんだ。面白いなと思うんだけど。基本的に、 俺嫌なのは、その北朝鮮は独裁者で頭が狂ってるからっていうロジックの方がなんか嫌なの。そういうなんか一方的なロジックが嫌であって、核兵器を開発できるだけの科学力があるんだったらば、その他の判断力とかもそれなりにあると僕は思ったよね。で、あんな小さい国で、独裁国で、で、 アメリカが他の国やってる仕打ちを見たら、それは核兵器を持とうとするのは当たり前だよなと思う。だからといって、核兵器を持つのが正しいっていうわけじゃない。俺が言ってんのは、え狂ってないっていうことを言いたいんだよ。すごい合理的で理性的で、だからこそ、レイズポーカーで言うお互いに賭け金を上げるレイズになってくると、理性的で合理的だからこそ、耐えられない奴がやっちゃう判断が怖くてしょうがない。 だからそこの意味において北あの、北朝鮮の核兵器は怖いけども、まあ、同じように中国やインドや、あの、なんパキスタンや、えー、ロシアやアメリカの核兵器も怖いんでですね。まあ、この件に関してはですね、そんなにあのミサイル怖いとかは思わないです。